宣教の港へようこそ。このお話は中国の奥地で宣教をした宣教師ハドソン・テイラーの物語です。ハドソンが中国にたどり着いた当時、中国は戦争中でした。中国の人々は家を追われ、行き場がなく、飢えと寒さで震えながら道に座り込み、絶望の中にいました。ハドソンはすぐにでもイエス様のことを伝えたかったのですが、言葉ができないと何もできません。ハドソンは中国語を習います。ラオシュー、ラオシー、違う、舌を上顎あたりに、ラオス、違う違う、じゃあハオチュー、言ってみなさい。ハオチュー、違う、舌を上顎あたりに持ってくるんだ、力を入れて、ハオチュー、ハオチュー、違う違う、微妙な音が難しい、神様助けてください。ハドソンが最初にお世話になったロンドンミッション教会の宣教師たちは年配の人たちでした。教会伝道協会のバートン夫妻は若いご夫妻で、ハドソンにとても親切にしてくれました。上海へようこそ。これから一緒に主のために使いましょう。はい、よろしくお願いします。バートン夫妻は中国のいろいろなことを教えてくれました。全く文化も習慣も違う国で、ハドソンは気候にも馴染めず苦しみました。春には埃と日光で目が炎症を起こし、夏は蚊の大群と暑さ、そしてひどい汗もで苦しみました。痒くて眠れない、神様助けてください。少し覚えた中国語で話そうとすると、ニーハオ、私は鬼が来た、逃げろ。イエス様のことを伝えに来たのに何も話せない、どうすればいいんだ。ああ神様、もう半年も経ちます、助けてください。ちゃんと中国語を話せるようにしてください。ハドソンに中国福音伝道協会から手紙が来ました。そこにはパーカー博士一家が来ると書かれており、ハドソンはその準備をしないといけません。テイラー宣教師、君の宣教団の医師が来るそうだね。彼らの家は買ったのか、それとも家を建てるのか。いえ、今借りる家を探しています。君の宣教団はこんな若い坊やにそれを任せるのか、無責任だな。中国はまだ戦争中だぞ。確かにハドソンもその通りだと思っています。まだ言葉もろくに話せないし、ハドソンも下宿しているのです。そしてイギリスから来るはずのお金が届きません。家も見つからない、助けてくれる人もいない、お金もない。神様、誰を信頼したらいいのですか。神様。彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。詩編84編6節。神様はハドソンに約束を与えられました。果たして家は見つかるのでしょうか。この続きはまた次回、宣教の港で。よっそろー。御言葉の蔵。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、この主がこう仰せられる、私が主である、他にはいない。イザヤ45章18節。言葉の意味。天を創造した方、すなわち神とは、この世界を創造された神様ということ。
地を形作り、これを仕上げた型とは、陸と海に分けて、その中に植物や生き物をバランスよく作られた神様ということ。この種がこう仰せられるとは、創造主が語られるということ。私が主である、他にはいないとは、世界を作った神様は私だけだということ。つまり、この世界を創造された方は、陸と海とその中に生き物をバランスよく作られた方で、私たちに、私だけが創造主だと語られています。イザヤ45章18節。お話の家にようこそ。あれ、今日は最初から外ですね。なんかワープしました。夏休みはこういう大自然の中に行くことが多いんじゃないですか。そしたら美しいその自然、また神様の知恵を知って感動しますよね。あれ、もう歯とかカエとかね、ちょっと嫌ですよね。自然の中でちょっと気になりますけど、どうして神様はこんな私たちにとって嫌だなと思う虫も作られたんでしょうか。でも実は神様は素晴らしいバランスを持ってこの世界を作られたんですよ。今日は聖書からそのことを一緒に学んでいきましょう。今日のお話は、自然界、神様が作る絶妙なバランスの世界、野巻。あ、バッタ。あ、逃げちゃった。こういう草むらにいるといろんな虫が出てきますよね。バッタは可愛いけど、でも例えばクモだったりとか、アブラムシ、嫌ですよね。でも人にとって嫌だなと思っても、それぞれにちゃんと役割を持ってその生き物は生きてるんですね。アブラムシとアリは共生という関係があるんです。アブラムシが樹液から吸った甘い汁をアリは食べるんですね。とても仲良しです。また植物は昆虫がいないと種を作ったり実を実らせることができません。それは受粉という時にどうしても昆虫の助けがいるからです。ここにほら、こんな風に美味しそうな実がなっていますよね。でもこの実がなるためには受粉っていうのが必要なんです。そのためには蝶々、蜂、またいろんな虫が必要ですね。あなたは進化論を知っていますか。45億年かけて地球ができて、長い時間をかけて簡単なものから複雑なものに進化したというのが進化論です。でも実はこの植物、花が咲いてますけど、3日以内に受粉しないと種ができないんですよ。つまり何億年もの間、植物だけの世界なんかだったら、もうこの花は全部全滅してしまうっていうことになってしまうんです。教科書では進化論っていうのは教えられていますが、これは論、考え方で証明されたものではありません。創世記には神様が3日目に植物を作ったと書かれています。そして5日目に海の居住と空を飛ぶものを作りました。昆虫とかは5日目に作られたわけですね。3、4、5、3日目に昆虫ができたから花は受粉することができました。それを考えた時に、神様がこの世界をすごいバランスで作られた
そして進化論では証明できないこの科学が神様が作られたことを証明していますね。聖書を開きましょう。イザヤ45章18節、天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てた方、これを放漠としたものに創造せず、人の住処にこれを形作った方、まことにこの主がこう仰せられる、私が主である、他にはいない。神様はこの世界を秩序を持って作られました。そして神様はこの地球を人が住む住処として作ってくださったんですね。素晴らしいですね。では神様は本当に素晴らしいバランスを持って作られたんです。蜂、最近ね大きな問題になってるんですよ。ミツバチはいるかな、知ってますか？最近ミツバチがいないという大事件が起きてるんですよ。ミツバチがいないぐらい大したことないと思うかもしれませんけど、実はミツバチっていうのはとても大切な受粉の働きをしてるんです。だから今ミツバチがいないっていうことで、この人間が受粉させたり、また特別に蜂を借りてきたりもするんですよ。どうしてそうなったかというと、実は空から化学物質をまいたり農薬のせいで家に帰れなくなったミツバチがいっぱい出てるそうですよ。アオムシは植物を食べますよね。だからアオムシが増えすぎると植物を枯らしてしまうんです。だからアオムシをやっつけるために鳥がいたりして、天敵があってこうバランスよくできてますね。また動物が死んだ時もハエが止まってウジ虫が出てきたり、バクテリアが繁殖したりして分解してまた土に還るんです。そんな風に自然界のものはいろんなものがバランスよくできてて、初めて今の状態を保つことができてるんですね。素晴らしいですね。進化論では何億万年もかかってっていう風に言っています。でも聖書で書かれているようにこの世界は6日間で作られました。そして一つ残念なことは、人間に罪が入ってしまったので、人間は本来この自然をバランスよく保つために神様にこの自然界を任されたんですけど、でも罪が入ったので自分勝手にたくさん取ったり、またほったらかしにしてしまったために、世界には絶滅してしまった植物や動物たちがたくさんいるようになってしまったんですね。でもそういう神様が最初に作った素晴らしいバランスっていうことを考えた時に、進化論は間違いだ、神様がこの世に作ったっていうのが証明してくれることになりますね。神様が作られた自然を見るときに、本当に素晴らしく知恵を持ってバランスを持って作られてますよね。でもそれを見て感動したときに、もう一つ忘れないでほしいんです。神様はあなたのことも、この植物や動物以上に昆虫以上に神様に似せて特別に作ってくださったんです。だから自然界を見た時に、神様がどれほど私たちのことを大切に思って作ってくださったか、そのことを感じて神様にぜひ感謝してください。ではお祈りします。天の神様、あなたがこの自然界を素晴らしく作ってくださったことをありがとうございます。バランスよく一つとして無駄なものがありません。一つ一つの生き物が、植物がそれぞれ神様の働きによって生かされていることを感謝いたします。まして私たち人間は神様に似せて作られた素晴らしいものです。どうか私たちが神様に作られたことをいつも感じて喜び、そしてその目的に従って神様の栄光を表すものとして用いてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の司令書は何かな。今日の司令書、一つ、絶妙な
バランスでできている自然界を説明することができるかな。一つ、自然界のバランスは何のせいで崩れていくのかな。素晴らしいバランスで作られているこの世界についてじっくり考えてみよう。神様が作られた自然を見て、また自分の素晴らしさも感じて、神様に感謝してくださいね。では次回お話の家で会いましょう。ごきげんよう。天を創造した方、すなわち地を形作り、これを仕上げた方、この子がこう仰せられる。私が主である。他にはイザヤ45章節。わかったかな。この世界を作った神様がどのようなお方か、わかったかな。イザヤ45章18節。言葉のクラ。